ティバッグって？ピンストライプの一種。ノンピンストライプでもいるの？皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。アンジェラブマスコットのヒデです。今日はですね、表題にしております、クレステッド月光のエンプティバッグの件でね、ちょっと話したいなと思います。私がね、クレスにハマった、一つのね、原因として、この海外でね、見たエンプティバッグの画像でね、こういうピンストライプ系のものもいるんだと思ってね、びっくりして、感動といいますかね、こういった個体を欲しいと、作ってみたいとね思って、クレスデッド月光をね、また飼育し始めたんですけども、ただね、このエンプティバッグっていうものがね、実際どういうモルフなのかね、海外のサイトを見てもね、ちょっとよくわからないってですよね。よくね、遺伝に関しては有性遺伝、共有性遺伝、劣性遺伝っていうのがね、言われてはいるんですけども、今はねちょっとね言い方も違うような感じにはなってたるんですけどもね、モルフマーケットっていうね、クレスデッド月光だけではないんですけども、そういう海外の、爬虫類のね、販売サイトみたいのがありまして、そこにねモルフについてのこともね、出てはいるんですけども、そのモルフマーケットっていうね、サイトではね、このエンプティバッグっていうのはね、昔でいう共有性遺伝する、品種のカテゴリー2になってますね。ただね、いろいろと海外の方でね、やっていきますとね、いわゆるスーパーエンプティバッグっていうね、表記があったりとか、ヘテロエンプティバッグっていうね、個体というかね、そういう形で表記されているものもあります。でね、すべてね、このエンプティバッグ、ヘテロエンプティバッグも含めてね、ピンストライプのものになってるんですよね。エンプティバッグっていうのはね、模様変異っていうか、その背部がね、いわゆる空っぽ、のようになってるっていうようなモルフになるんですけどもね、それヘテロというものでもね、実際ピンストライプになってますね。で、スーパーエンプティバッグになるとやはりね、背部がね黒くというか空っぽな状態になってて、よりね、ピンストライプ、いわゆるストライプがねはっきりしてるような感じにはなってるんですよね。だからね、このスーパーエンプティバッグからね、生まれたものは、ヘテロエンプティバッグという感じでね、わかるんですけども、ただね、これなんていうんですかね、どちらかというとピンストライプの、いわゆるスーパーピンストライプというね、品種も別にモルフも、あるんですけども、それとの違いとかね、これがよくわからないんですよね。で、実際ね、私もねエンプティバッグというね、表記されてる、個体を、買っていますし、また同じようにね、エンプティバッグとはね、出てはいないんですけども、エンプティバッグっぽい、個体もね、
迎えてます。でこちらのね非常に綺麗な、タンジェリンというかね、実際には、エンプティーバッグクワッド、ピンストライプだったっけな、まあそういうような形でね、迎えた個体なんですけども、まあ、この子はね結構綺麗で、背部 もねまあ色がね変わってきてるような感じ、夜ね空っぽになりつつあるのかなとは思うんですけどもね。まあこれもね実際、まあ、他のねショップとかで聞いてもね、まあ、いまいちはっきりとした明確な答えっていうのはね、出してくれないんですよね。だから実際ね他の色のショップでも聞いてもまあ自分でね繁殖するしかないのかなっていうのを思うんですよね。だからこのまあね優勢的に遺伝する、まあ、いわゆるスーパーエンプティーバッグであればね必ず、まあヘテロって言いますかね、まあ、ピンストライプが生まれるのかとかね、まあねこれいろいろとねまあ検証しなくちゃいけないなとは思うんですけどもね、まあ、どなたかね、まあ、明確なエンプティーバッグってこうですよっていうのがね、分かっている人がいたらね教えてくれるとすごく、助かりますというかね、嬉しいですね。まあねまあ、あと改めてね、またね紹介したいなと思うんですけどもね、まだね、届いてはいないんですけどもね、まあ、ちょっと先走りますけども、まあ、エンプティーバッグのねという表記で、まあ、先ほどのね載せた海外のね画像のような子も、今度、迎えることになったのでね、またアップしたいですし、その子をね繁殖に使って、みんなねいわゆる全てピンストライプになるのかとかね、そういうのも検証していきたいなとは思ってはいます。まあ特にねやっぱねこうまあクレスっていうのはいい意味でね、個体差が大きいのでね、まあどうなっていくのか、楽しみで、まあね不安なところでもありますよね。まあねだからちょっとね将来的にエンプティーバッグのリリーホワイトとかエンプティーバッグのカプチーノとかね、エンプティーバッグの、まあ、アザンとかね、そういう遺伝するものがであればね確実にそういうものが作れると思いますのでね、まあちょっとねまあこれから、とても楽しみなモルフで、まあ、今後ねまあ私自身もねちょっとこういうストライプ、ピンストライプ系をねまあ中心にブリーディングしていきたいなと、考えています。まあね特にねこのね画像の子は、クイーンがいいのでね楽しみです。それでは次の動画でお会いしましょう。